たこ焼きマダイの塩でございます。はい、塩ですか。ありがとうございます。あ、すみません。はい、すみません。次のテーマはですね、炎上です。炎上まあほら言っても原田さんも青木さんも時戸さんもあの言ってもフォロワー抱えてるお三方ですから、うん、SNS でこうご自身で気つけてるワードであるとか、あとはまあここ最近ちょっとまあプロゲーマーの中でもいろいろちょっとこう炎上騒動とかがあってですね、うん、いや知らない、僕も知らないんですけど、なんかその辺でほらあのちょっとざわついた、まあ、炎上はね、なんだか、俺もそんなこと言うと気をつけてても炎上することありますよ。だからその炎上をテーマに、まあ、ここ最近の話題になったことやら、ご自身で気づ、まあ、ちょっと気をつけてることやらっていうところをあと20分喋ってください。気をつけてたら炎上しないんだけどね。いやでも逆に時々ってなんか炎上したことあるの？炎上って俺あったのかな。あでもあの改造コントローラー使って、あーでルール違反だっつって、それで実際にルール違反だったんですよ当時俺。そういうもうねプロになってたんですけど、認識が甘くて。改造コントローラーって別に自作コントローラーって意味でしょ？自作です。そんなこと言ったら野中のコントローラーを、うん、ほとんどの人みんな何か改造してるけどね、うん、あでも大会ではね、そう一応その大会の規約があって、まあ、すでに、うん、でそれ大会で使ったんじゃないか。大会で使ったのは、OK だったのかな。ただそもそもなんかその、うんうん、認められてないコントローラーだったんですよ。で、どういうコントローラーですか？覚えてる？ボタンが多かったです。ボタンが多くて、そこに、俺がやってたのは何だったかな。なんかいやあの2個の入力を1個で済ませちゃうボタンっていうのをショートカットがあったんです。ヒットボックスみたいな、ね。ヒットボックスちょっと前みたいな。あのレバーはあるけども、レバーあります。うん、レバーありあって普通のボタンがあってね2個同時押しが1ボタン、2個同時押しが1ボタンでできるっていうのを、はい、ネット対戦とかでも使ってて、それはルールに抵触しちゃうんですよ。電気信号的にもう直接そこを繋いだってこと？そうです、うん。それはやっぱりダメ、ダメっていうか炎上しましたね。まあもともと、その、まあ厳密に言ったら、あの、プレイステーションで当時やってて、うん、あの、結構、抵触しちゃうコントローラーって今でもあると思うんですけど。レギュレーションによるけどね。うん、でその時はやっぱ猛省しましたね。その時ってもうツイッターやられてるんですか？ツイッターやってたと思います。じゃあその結構ツイッターでお前何やってんだって言われたんですか？ツイッターでも言われたと思うけどな。まあ、ただ世間から言われた印象があったと。あります。でも世間から言われることはやっぱ結構 ありますよ、うん、その気をつけてもやっぱあります。そうですね、はい、まあ、これは言葉尻だけ取ると何でも言えるけどね。まあ、あのコントローラーの改造やっぱルールで決められてるものを俺は破ってしまったんで、それはもうやっぱり悪いですよね、うん、これが、うん、じゃあどういう対応したんですかそれは。あすいません、当時はやっぱり配信とかですいませんって言ったと思います。うん、でもそれぐらいだよね。なんか時々そんな、なんか炎上してる意味じゃないね。あでもなんか気をつけるようにはしますよね。気をつけるようにしてるけど気をつけようがないことも多いですよ。限界ね、あるでしょ気をつける限界って。いや何も言えなくなっちゃうと、ね、そうそう逆に何のために最後何のためにスポンサーとしてもらってるのかっていうことにもなりかねないので、うんうんうん、なんかこうアタックガッてきた時にクッソーって言ってブワーって本音をぶちまけたいことってなかったんですか？時々あんましなそうだね。俺はね、あんまりない。で、あのですね、決めてることがあって、対戦相手に対しては、俺はものすごい負の感情を使うんですよ。うんうんうん、
勝ちたい時に。ああ、当然、それは大変ですからね。そう、あえて、うん、すごい嫌いになったりするんですよ。そのプレイヤーのことを。ただ、それをその対戦外の人に出すっていうのは、しないようにしてます。ちょっと、もうそこでだけ、そこで、ゲームの中の対戦でだけ勝つっていうのに、その感情を逆に使うようにしてるっていう。俳優みたいだね。すごいね。俳優みたい。そこの感情コントロールはすごいね。でももうちょっとね、自分を高めることができれば、もっとね、前向きな気持ちでゲームできるのかもしれないですけど。いや、でもゲームって冷静さ、あのゲームにかけるスポーツやってたからね、わかるけど。勝ちにすごい執着心があるんですね。あります。あるけど、何くそって思って。高ぶりすぎると人間ってちょっと普段やらないことしちゃうから、うん、それぐらいがいいんじゃないかな。うん、本当に食らってくるぐらいの切れ方すると人間ちょっとおかしい。あ、パフォーマンスおかしくなる、ね。俺だって人のツイート見てても、これそんなにいかがにしとけよみたいな書きたくなるときありますよ。俺だから本人はどうそれを我慢して、絶対見てんのに、我慢してそれを書き返してないっていうそのコントロールは俺すげえなと思って。まあ、でもあのね、ミュートって機能があって、意外と周りがあんなのよく、あんなか勘違いとか誤解に基づいたことを、うん、しかも完全にトンチンカンに間違っていることで言われているのに、よく我慢してますねって言われることあるんだけど、完全にミュートしてたりするの。その人じゃなくて、ね、見えてない。見えてなかった。いや、そういう、その人、一部の人だ、うん。そうだ。うん、原さんもだって、原さんどっちかというと、アタックかけられる方なんですよね。勘違いアタック多いんですよね。いや、全部がそうじゃないから、うん、それは正直に言うよ。それは、身から出たサビもありますよ。ただ、割合で言うと、俺統計が好きだから、割合で言うと、実は半分以上は誤解に基づいて、うん、誤解って言い方すると、どっちが悪いんで聞こえるけど、うん、実際そうなことが多い。誤解とか、ほんと完全に思い違えるもん。なんか、これ俺がよくこの番組で言ってんだけど、あんまり再生価値言ってほしくないとか、リツイート言ってほしくないってよく言ってるのは、なんでかって言うと、宣伝したいことだったらいいんですけど、これよくわかったでしょ、このツイッターをこの数年やってみて。3000リツイートぐらい超えたときに、どんなポジティブな話題だろうか、どんなことだろうか、とんでもない、いわゆるクソリツ、とんでもない誹謗中傷が飛んでくる。ちょっとびっくりするんですよね。うん、で、いくつかあるんだけど、いくつか何本もあるんだけど、結構前の例で、まあ、時効だから言っていい例とかで言うと、なんか時々も多分見たかもしれないけど、昔ね、サウジアラビアの、いわゆる王族の人が、俺に、ゲームショーで、あ、ミスター原田だって来て、鉄拳を、筐体、ああはいはい、その話を聞いてください。筐体ごと買いたい、はい、ですごいセット数だったわけ、はい、うん、要はサウジアラビア の、 そのコミュニティの中身の国内で欲しがってるやつがいるから、うん、まあ極端に例えば100人とか200人みたいなレベルで遊びたいから、うん、筐体と基盤のセット全部くれ、売ってくれって言われたんです。いやでもそれ輸送費とかあと考えただけじゃなくて、ネットワーク行かなきゃいけないでしょ、当時のバーチャーバーチャー。ネットワーク、しかもワンプレイにつき、そのネットワークで使用量、ワンプレイにつき何円かかるわけですよ。うん、で、実は中国の富豪が、やってる人がもうすでにいて、鉄拳を独自に6の頃から自分らで買っちゃって、自分らの身内で遊ぶんだけど、だからランキングとかにならないの全国が、うん。中国だったで、個人で買ったのに、プレイするために、何個にお金が入ってくるっていう、おかしな。あ、もうじゃあったんですね。あった、当時からあったんですよ、そういうの。で、それを知らなかったと思うんだけど、うん、サウジアラビアの人たちのあるコミュニティが、原さんぜひ売って、E3 で売ってきたんですよ。売ってくれっつって。いや、概算したらさ、その何億っていうかかるんだよ。いや、これ、何億、しかもネットワーク引いてもらえそうって、これさ、数億じゃ済まないんですよって言ったら、わかりました。いくらですかって言ってきたっていう話題があったんですね。これ、めちゃめちゃバズったんですよ、このツイート。はい、まあ、せいぜい140文字みたいな世界なんで、今は増えましたけどね。140文字みたいな世界なんで、まあ、こういうことがあってびっくりしたって言ったら、いや、さすが、やっぱり石油王が言うたことは違うみたいな。盛り上がったわけですね。うん、すごい、
拡散されたら、これね、何が起きたかというと、バズってね、2日目ぐらいに、こんな顧客情報を、と正義マンが現れたんです。ああ、なるほど。こんな顧客とか商売の情報をペラペラ喋るようなやつ、もしくはメーカー、マジ信用できねえ。何考えてんだこいつって俺を当てに言ってくるわけ、うん、いや分かるよ気持ちは。だけどこっちはこっちツイートするからには、しかもさ、それ後日もそうだけど前日もそうだけど一緒に写真撮ったり、その要は三時の人からしたら俺のファンなわけじゃんね。で俺すごい話だよ、面白いからこれツイートしていいって言ったら、もう全然もう原さんにツイートしてもらえなかったらむしろ名誉ですぐらいのことを向こうが言ってる、うん、仲良くしてツイートしてるわけです。でもそんなことまでいちいち説明しないわけじゃん。だから裏事情知らずに、じゃあ裏事情を言えって言って、やぼったいじゃないですか、そんなの。実はこのツイートした背景には、はい、この二人の関係というものがございます。はいはい、実は落語家みたいな。ツイートしてくれることは彼にとってとても名誉でありましたみたいなことがありましてな。言うか、そんなことね。で、俺らも面白いエピソードだったってことで、まあ、9割9分、9人ぐらいの人が、わあ、すごい面白い話だって言って、何千リツイートってされて、もうそれはすごかったと思うんですね。バーッとバズったときに、やっぱりものすごい数の、それが来るんですよ。何考えてんだ、お前、顧客情報、ベラベラと、みたいなことを言ってくる。それ、一個一個であれば、ね、実はこういう事情だったんですよって言って。あ、でもちゃんと対応されたんですよね。その時はしました。その時しました。ちゃんと返すんですよね。返したら、まあ、ほとんどの人は、突然敬語で、あ、そうだったんですよ。大変申し訳ございませんでした。で、見に行くと大体、まあ、年齢的にも、返事絶対してください。それでもケチをつけてくるやついるんですよ。ここまで説明しても、嘘だね、そんなの後付けだねって言ってくるやつ。そいつのツイート面白いから見に行くでしょ。まあ俺らと変わらんおっさんですよ、大体そういう人ほど。へ、若い人ほど逆にペコッと謝ってくるけど、あー、うわ、ショックだよね、こんな同じような世代のこのおっさんが。で、引けなくなっちゃうんですよね。いや、引けなくとかじゃないですよ、そんなことさえ気にしてないけど、もうなんか、なんだろうな、飲み屋で管巻いてるのと一緒ですよ。もうだから、そっかそっかで、しかも、自分のお客さんでもないわけで、よく考えたら。ゲームも勝てない、下手したら。バズったのが耳に入ってきて、気に入らねえから、ゲツつけてやるぐらいの人は結構いるわけですよ。だから、ある一定範囲のバズを超えると、すごいとんでもねえ、こう、角度から、とんでもねえ、こう、誹謗中傷が来るっていうのは、その時に経験した以来、ただそういうのは何個かあるし、俺が話したことを、そもそも、その話題だけ、が原因じゃないんですよ。多分積み重なったんだよ、うん、何かが。それは俺の発言かもしれないし、多くはどっちかって言ったら業界だったり、多くはバンダイナムコ。タイとか。いや、それはバンダイナムコだけだよ。タイスクエニもあるでしょうし、タイセガもあるんですけど、その時に思ってたメーカーへのイメージとか、今だ叩く、もしくは今だ文句を言ってやりたい、今だこの思いの丈を言ってやろうってタイミングが来るんでしょうね。その、雪崩が起きたときは、もうムカつくとかじゃない、全然。もう俺はもう脱力感がすごい。やっぱりどうしようもない、やっぱりしょうがないっつって。だからその時は、一見すると炎上してるように見えるけど、会社でもみんな分かってるから、いやー、意外ですね。ああいう反応になるんですね。青木さんないんですか、なんか。荒れちゃった。最近はもうね、ないですけど、10年前はもう、炎上しまくりですよね。ボーダーブレイクですか。そうです。前どっかで言ったかもしれないですけど、セガで初めてタイトルのツイッターをやったの僕なんですよ。うんうんうん、で、その時はまだセガ公式ツイッターもないんですよ。ない時代で12年ぐらい前ですかね。で、このボーダーブレイクをなんとかこう宣伝したいっていう時にちょうどツイッターっていうブームが来て。で、まあ、牛マンっていうのも生まれてたんで、僕は宣伝してやろうと思っていろいろやるんですけど、ガイドラインも何もないですよ、セガでやったことないから。もうしょっちゅう本当に社長室から怒られて、お客様からこんなメールが届いてますっていうのが社長室ルートから来るんですよ。で、炎上してます、どうしますか、なんでこんなこと言ったんですかみたいな、まあ詫び文じゃないですけど書いて、
報告して、それを積み重ねていって、あ、この辺まではいいけどここからダメなんだなって自分でこうだんだん分かるようになってきて、そうすると今度セガ公式もしくはこう他のセガのタイトルもやっていこうみたいな運用になった時に、ちょっといろいろ話聞かせてくださいっていうので聞いて、そこからガイドラインができたんですよね。そこからもう皆さん守ってるけど、最初はやっぱ全然僕も探り探りだったからひどかったです。いやでもそれぐらいの時のツイッターの方が面白くて、面白かったです、ユーザーからすると、うん、Wii U ってあったじゃないですか。で、Wii U ね、その、当時の任天堂の、あの、岩田社長が、おられた時から僕は、結構、仲良くさせてもらってて、うん、で、Wii U でちゃんと鉄拳やろうっつって、鉄拳、Wii U で出したんですよ。で、いや、この任天堂プラットフォーム、まあ今までも出してるんだけど、Wii U でこの本格的な鉄拳ができるようになりましたねってことで、ライターの人が、すごい興奮気味に質問してきたわけですよ。で、いろいろ答えてた中で、俺は何て言ったかというと、その、Wii U のね、この手元のコントローラーあるんですか、うん、あそこにモニターがあったりしたら、うん、Wii U って。あれ画期的だったでしょ、うん、あそこのモニターをどういうふうに使いましたかって言われたから、ここでももちろん、ここ画面使って確認できるんだけど、本当のモニター使ってるときにこっちはどうなってるかって質問だったんだよ、うん。あの、テレビで映してるときは。で、ここは、さすがに格闘ゲームをやりながら、ここをこういうふうに見なきゃいけないゲームにしちゃうのは、多分、すごく遊びにくいし、あの、気が散ってしまうはずなので、ここは技のショートカットを入れました。ボタンとして、インターフェースとして使う。だから下手したら見なくても、ポンポンってこの辺かなって押せば、技が出るようなショートカットキーとしてタッチパネル使いましたって答えたんですよ。普通のことでしょ。普通のことでしょ。記事どうなってたのヘッドライン。Wii U の、コントローラーは格闘ゲームにとってとても邪魔。Wii U のコントローラーの画面は格闘ゲームにとってとても邪魔。そんなタイトルになる見出しがね。これ通訳ミスでも何でもないよ。それは録音してたの俺ら。それはでも完全に悪意がありますよね。お前ふざけんなよお前つって何考えてたって猛抗議したけど、消されなかった。録音もあってダメだったんですか。録音はでも出すんだったら、そのいわゆるもう裁判じゃないけど、うん、訴訟するぞぐらいでしか出せないんで。ああ、なるほど。で、確かにその時は録音同意書どっちもなんか OK って言ってたかどうかもちょっと怪しかった感じになって、下手に録音してたって言ったら、うん、そっちを責められるかもしれないなってなって、黙ってなきゃいけないでしょ。まあ、そしたら今度はさ、あの、Xbox の時と逆ですよ。任天堂の好きなファンの方からとかね、俺だってファンですよ。お前、Wii U バカにしてんのかっつって、ボロクソ言われるぞ。お前、俺そんなこと言ってねえやと。でも、それで僕そんなこと言ってないですなんて言ったら余計炎上すんじゃん。もう、耐えるしかなくなるよね。でも会社でも言われんのもん。原田あんなこと言ったのあ、すいません、いいっすかっつって。俺、言うても部長ですよね。そんなこと言うと思いますって。いや、言わないと思うんだけど。いや、なんか原田ひょっとしたら酔っ払ってインタビュー答えて、いや、Wii U のコントローラーの画面、マジ、担ぐにとって超邪魔っすよね。言ったのかなってちょっと思ったんだよねって言われたら、いや、ふざけんいや、マジでしてな、ふざけないでください。言うわけないでしょ、あんた。いや、それはシビアですわ。すごい、あの、やっぱり矢面までに立つ方だからこそ、大変だなと思います。大小あるけど、そういうのは結構ある。だからさっき言った、でも、身から出たサビは、自分のツイッターの下足らずだったり、もしくは本当に間違ったことを言ってしまうってことは、やっぱそれは10年だから、まあ、10あれば1、2はありますよ。じゃあさ、例えばさ、10年前、15年前、下手したら20年前に自分が語ったことと、今同じことの思考かって言ったら違うと思う。全然違います。はい。僕は変化を好みますから。変化するじゃん。はい。それね。世の中にはすごい記憶力の人がいて。いやでも、そうですよね。前言ってることと。前言ってたことと違うわねーかーっつって、うん。で、あんまり絡んでくるから聞いてみたら、これだよっつって。ネットのアーカイブから過去の、そのインタビューのスクリーンショットを送ってきて、お前ここでこう言ってた。ここでこうなってる。じゃあお前聞くけどさ、お前中学生の頃言ってた頃、こと、30代になって同じ主張なのかと。
言う話と一緒だぞと思うこと、20年、15年、20年、どれぐらいの時間が経ってると思ってんだと。いや、これ、昨日、おとといだったら言えと。うん、昨日、おとといとかでも結構変わったりしましたね。結構変わりますよね。こっちも変わる。タイミングによっては。環境変われば哲学も変わると思うから、はい、お前がかつて好きだったものが一生同じだと思うっていうのはさ、変わんないぞっていうさ、悪いってわけじゃないけども、これもね、頑張れと。悪いってわけじゃないけど、悪いってわけじゃないけど、なんていうの、その純粋な恋愛をね、してる世代じゃないんだからさ、変わるじゃん、そんなのって。いうのあるね、結構ゲーム業界そういうのでそうピュアにそういうのってくるそうですね、こういうのとこういう番組もそうですけど残るじゃないですかずっとね、であの時相手だからずっとそう思ってると思われちゃうこともありますし、そうそうそう、俺めっちゃ変わるからね俺、うん、さあ原さん、なんやかんやで今日もそろそろ収録おしまいなんですけども、はい、原さん締めてください。そう、実はね、あのもっとゲストの話を引き出すはずだったのが今日はん、なんだろうな、久々にこういう同じ界隈の人が聞かせれば、俺が興奮して俺が本当に。まあいつもこんなですよ。そうでもないと思うんだけどな。ちょっと喋りすぎました。ちょっと喋っちゃいましたね。こう編集でこううまいことね。喋ってないと。のトークの時だけこうスローにする。再生速度。すっごい私聞いていることにします。なのでちょっとあの。まあ、お二人の感想も聞きながら。そうですね。いや、久しぶりに、まあ、なかなかコロナのことはあって、ね、飲む機会も減ってる中で、こう、久々に会って、僕はすごい楽しかったですけど、今日はどうでしたか？いや、もうね、僕もメーカーの方と、こうやって話させていただくこと全然ないんで、うん、勉強になりますね。この、勉強好きだからね。いや、ほら、本当にだって、あんまり特に、いや僕、カプコンゲームのばっかりやってて、ね、ただでもこういうお話って、やってるゲームがゆえに、あんまりその、近しくありたくないなっていうのも。あるから、深くも聞けないし。聞かないんですよ。向こうからも深くも言ってこないし。ざっくばらんにこうやってね、いろんなところまで、今回もマーケティングについていろいろご教授いただいて、うん、そういう、今こういうゲーム業界の売り方とか、だから今後、どういう風になっていくんだろうなとかをちょっと想像して、ね、想像できるような。ちょっとカメラが回ってないところでもだいぶ行ったから。そうなんです。そうなんです。前回もそうだったんで、本当にありがとうございます。読んでいただいて。よかったです。じゃあ、青木さん、どうですか？はい、そうですね。すごい楽しかったですね。久々にこういう風にリアルでお話ししてるのっていうのはあんまない。青木さん、2回目ですもんね。そうですね。2回目でもありますし。やっぱ、ズーム、ではなかなかそうこうは盛り上がらないですね。本当でももう全然ちょっと話足りないなっていう感じはあって、もっとあれこれ本当は聞きたいところもお二人にはあるので、ちょっとまた次回ありましたらっていう感じですかね。まあプライベートでも全然はい、はい、いいのでいろいろお話聞いていきたいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。お疲れ様です。よかったです。お疲れ様です。またぜひ。またぜひぜひ。というわけで本日のゲストは青木チーフプロデューサーと時戸さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ決勝戦、青木 VS 時戸は3ラウンド選手。はい、さあ青木さんの方かな、青木さんの方かな、そうテンプル、バーチャ4の頃はメインキャラだったんですよ、リオン。あ、そうなんだ。そうなんだ。リングアウトかありだとか。まあ、ローゲンじゃない。浮かせれば。ずっとリングアウトする時もある。さあ。ラウンド1、レディー、ゴー！キック、あれ？あ、できね。お！お、飲んだ飲んだ。オッケー、うん、互角、互角、ボード変わってないよな。よし、下段、いや下段ついてくる、下段ついてくるよ。よしもうこのジジイの読めない動き。おーい、なるほど、取りましたよ。うん、せっかくだから原さん解説入れましょうか。いやちょっと解説難しいですねこれは。時戸ちょっとやっぱり下段キックでちょっと入っていって、はい、オッケー、オッケー、そうそう
入ってって、ね、そうそう、もうちょっと、そうそうそう、入ってってって、はい、で、シャガパン置いといて、はい、はい、置いて、はい、はい、で、ちょっと離れてシャガパンを置いて、シャガパン置くの、その後な、投げで、あれ、俺言ったらバレるじゃん、これ、これ。あ、やばいやばい、あの、一回、一回、おぉ、いいぞ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 、うまい、うまい、うまい。いいね。フォーの動きになってる俺。そうそう、ま、ま、間を、間合い取った方がいい、間合い取った方がいい、絶対取った方がいい、うん、あとこの間は、この間があるのが分かった。いや、ちょっと離れて、一回離れて。あ、置き攻めしない、置き攻めしないよ。危ないよ。置き攻めは。あ、置き攻め危ない、置き攻め危ない、置き攻めやんない方がいい。置き攻めやんない方がいい。そう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 、じゃあ一回起こして、そうそう、立ちで持ってって、昔の音がなくなってるな。ここで全部、いいぞいいぞいいぞ、ちょっと待って、いけるいけるいける、 OK、 あ、置き攻めすんなって。そう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 、いや、離れて、一回離れて、あー、あー、あー、リーチ、下番下引っ込む、あれをバランスだと思う、上手い人に置き攻めちょっとやばいもん、これが決めたと思う、当たんないの。いや、ヒット、何がヒットするか確認できない以上離れた方がいいよ。離れた方がいい、離れた方がいい、そうそうそう、一回離れて、離れた方がいいね、そう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 、でも離れてるとどんどん酒飲む、いや大丈夫大丈夫。さっきと違ってダウンとかあるから酒飲みが強い。やべ、痛え痛え、あー、飲んでる飲んでる、痛い痛い、やばいやばい、酔っ払ってリングアウトするか。うまい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 、いいぞ、よしよしよし、リングアウト、酔っ払いリングアウト、リングアウト、さすがや、さすがや、いや、ばあちゃんはこれがあるんですよ、ファイナルですよ、落ち着いていこう、そうそうそう、立て込む、OK、 うまいうまい、ナイスガード、うん、ナイスガード、いい感じ、どんナイスガード、はい、冷静にしましょう、大丈夫大丈夫、全然全然大丈夫、瞬時ですね、あーあああれを、もうザバンです、 OK、 いいぞ、いやいや大丈夫、まだ大丈夫、まだいける、いやもうこの瞬時の距離が読めない、いや、あそこから当たるか、あ、当たるね、当たるね、さすが、さすがプロデューサー、さすがプロデューサー、ほら、セガファンの皆さん、ちゃんと青木先生、青木先生はちゃんと練習してましたよ、ちゃんと。ありがとうございます、青木さん優勝、ナイス、リアルで酒飲んでるからね、シューズしてる。俺ね、実はさっきちょっとだけ濃いめにしてたんだけどね、飲むほどに強いじゃないですか。ちょっとね。これを見越して。逆にね。旬使いだったとはちょっと、うん。ありがとうございます。意外でございました。いやー、おめでとうございます。素晴らしい。いえ、よかったですけどね。いや、盛り上がった、盛り上がった。盛り上がるね、やっぱり。やっぱ楽しいわ。